えー、車宅に住んでいます。上の階下の階両方がベランダでタバコを吸っています。上の階から水害で灰が落ちてきます。下の階から煙が昇ってきて、換気のために窓を開けていると部屋中に充満します。相談窓口席の電話で相談をしましたが、本には触れてないので指導等はできないところでした。一切ムツッコもいるし、私自身もタオケラ嫌いなのでどうにかしたいのですが、ひろきさんならどうしますか？えっとあの窓一切開けないですね。 換気のために開けるのはあのベランダ側じゃなくて玄関の方とか廊下側の方の窓とかっていう形にしてであの風通しが悪いのであればあの扇風機とかを使って回すみたいな形でタバコの煙が入らないように自己防衛するしかないです。結局あの法に触れないものに対してあのまあやる場合って嫌がらせをするっていうグレーゾーンになるんですよね。その法に触れないい嫌がらせをするっていう。 まああの天井ドンとか,あのそのなんかこう床をこうなんかバンバン音を鳴らすとかずっと大きな音を鳴らし続けるとか、まあ、あのグレーなんですよねだ例えばタバコを吸うっていうのにいを嗅ぐために大きな音を鳴らすとかっていうのも一応相手の嫌がらせになるんですけどただ騒音の場合ってその一定以上の騒音を出した場合むしろそれが法に触れるっていう場合もあったりするのでなのでそのグレーゾーン対決をすることなので結果として車ゃなんでかなり難しいと思うんですよね。 なので、あの、諦めて、その対処をするというしかないんでます。まあ、空気清浄機を買うとかになるんじゃないですかね。